始まりましたメカニック TV。 今日はのんちゃんが来てくれました、はいはい、どうもよろしくお願いします。すごいなんか2人で映るの久々というか、はい、ほぼないですよ ね。そうだね。嬉しい、よろしくお願いします。嬉しい、で今日ははい、DM をねのんちゃんの、はい、持ってきてくれたので、はい、クーラント交換、はいはい、そうなんです、したいと思うんですけど、はい、ちなみになんでクーラント交換をしようと思ったんですか。ですね、前こちらでこう直していただいた時にクーラントをちょっと出したっていうのあれ、はい、出したんだけど、はい、もうなんか風前の灯しみたいな量してて、で色もなんじゃこの色みたいな、もうピンクでも青でもなんでもないみたいな茶色がかった色してて、なるほど、量も少なくてちょっとまずいぞっていうのをちょっと前回お話ししてて、で今回このような企画でのクーラントを変えていただくことになったんですけども、はい、どうやら私がつなぎをしているっていうこういう状況、はい、はい、今日はやっていただこうと、なぬ思います。はい、じゃあ、はい、ゆみ先生、ね、頑張ります。頑張ります。そうですね、頑張ります。頑張ります。ちょっとね、 BM はあんまり触ったことないんですけど、はい、大丈夫、ちょっと大丈夫、うん、おじもいるんでね。あ、そうね、いないことになってるらしいけど、はい、ちょっと聞きつつ、はい、頑張ってやっていこうと思います。本当に車をいじったことがないんでもう手取り足取りちょっと教えていただきたいので、ちょっと教えられるほどの知識があるか分かりませんけど、とんでもございません、大先輩ですね、もうあゆみ先生、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速、はい、足掛けるところからかな、足掛けましょうか。リフトアップ、リフトアップ、準備から、こういうリフトアップじゃなくて、違います違います、あ、違う、車、車、そっちか、なるほどなるほど、わかりました、やっていきましょう。はい、行きましょう。はい、メカニック TV。 ここに当たるように、はいはい、うまく調節するんですね。そう、うまく調節して、はい、うん、こんな感じで、おー、これで1個完成、これで1個完成、あと3つ、あと3つ頑張ろう、頑張ってください。私か、私か、ニョキって伸びるの、あ、伸びます伸びます。これこんな感じ、あ、オッケーです、オッケーです、やった、はい、オッケー出た、ないってことはないね。こんな感じか、いいですか、あ、完璧です、よっしゃ、あ、私にもできた。おー、これで、はい、とりあえずかけられましたね。よかった、かかってる、うん、大丈夫ですね。あ、本当だ。お、オープン。おお、ガバッと。プシュってなるの。うわぁ、なんだ、うわぁ、あ、大丈夫だ。あ、なんないんだ。恐れてた。ああ、ちょっとなった。チキチキ。チキチキ。おーい。そういうことする人なんだ、おじは。そういうことしかしない。そうか、そうか。OK です。じゃあこれで、はい、はい、車を上に上げて、はい、下から抜く感じで、はい、これで、はい、カバーを取りましょうか、アンダーパネルは、はい、取ります、はい、あ、1個取れた、取れた、もうちょっとだった、あ、OK ですか、あ、いいんですか、待ってきます、取れたっぽい、いいですね、ありがとうございます。これリクリ、よし、おー、取れてきた、あー、できた、取れたよ、取れましたね、本当だ、よしよし、ありがとう、どうすか、お、真水やん、え、だからなんかやばいって言ったじゃないですか、うん、みんな大丈夫、なんか辛くなったら言ってね、大丈夫です、とかうわ、大丈夫、かぶってない、かぶってはいない、すごいすごいの、はい、はい、すごいすごいすごい、おお、滝がすごい、滝行、滝行、滝行、やべれない、やべれない、うん、これで、できた感じですか、いやできてないよ、これ全然、多分
入れましょう。入れましょう。はい。じゃあ、はい。おお、綺麗なブルー。もともと青が入ってたってことですよね。ハワイアンブルーな。美味しそう。トヨタピンクじゃないですか。そう。入れちゃっていいですか。はい、ですよ。お願いします。入れますよ。まあ、なんてことはない。入れるだけですね。ただ入れるだけですね。でも量はどうするんですか、先生。とりあえず、マックスとかまであると思うんですけど、ちょい上ぐらいまで入れて、エンジンかけるとちょっと、なくなった分、こう中に吸って、スピードが半端ないんで、じゃちょっとなるべく多めに入れて。なるほど、なるほど。でも結構出たから、その分入れると思うと量多いですね。多分まだまだ、まだまだ入ると思います。うりゃ、あ、でも、あの、マックスってどこにあるんですか？マックスは、はい。この辺です。あ、そこに線があるんです。まだじゃあ、いけそうな感じ？いけちゃう。全然いけます？来たね、お、あ、来た。来たね、うん。もうちょい入れちゃって大丈夫です。これ全量いけそうな感じ。うん、了解です。来た瞬間から減ってるね。うん。うん、入れちゃっていいっすね。ブルーハワイ。ブルーハワイ。うん、いいぐらいじゃないですか。いいっすね。ちょっと減ってるか。これか。もうちょっと上って感じ。そうですね。うんうんうん。はい。入った。入りました。入った。メカニック TV。 はい、ということで、はい、今あのグラント抜いて、はい、入れて、うん、って感じなんですけど、うん、まあ普通の国産車は、うん、まあグラントの矢抜きするってなると、うん、エンジンかけて、まあ、アクセル吹かしたりとか、うん、まあ、エンジンかけたまま放置するとかで、そう、エア抜きをするんですけど、うん、まあ、これはちょっとやり方が違うみたいで、うん、まあ、オンにしてなんかウォーターポンプだけを回してるのかな。そうなんだ。電動ウォーターポンプだから、ポンプだけを回してる。そう。ああ、なるほど。はい。それで、まあ、放置というか、勝手に止まるみたいなので、うん、それが止まれば、とりあえず一回エア抜きは終わり。で、まあ、そのまま、ちょろっと走って、冷めた後に多分ちょっと減ってると思うんで、うん、そう、その分。また足すのね。また、足せば、オッケー。なるほど。おお、なるほど。じゃあもうゴールが見えてきたね。うん。うん、もうこれ待つだけ、ね。もうほぼゴールみたいな。ほぼゴールか。嬉しい。嬉しい、嬉しい。でも楽でいいですよね。普通のエア抜きとかだともうブンブン回さないととか、つきっきりでとか。へぇ。そう。逆にでもブンブンやりすぎると、ボーンって。あら、難しいね、その加減ね。そうなんです。うん、でもこれ、もう放置するだけで勝手に抜けてくれるから。いいですね、楽で。いいね、うん、初めてのいかがでしたでしょうか。やったんだかやってないのか分かんない感じでなんかできましたねできました。はい、よかったです。はい、達成感ありますよ。はい、あの見た感じ、抜いてるの、はい、抜いたやつ見た感じちょっとね、うん、あのまま夏を越すのはちょっと危険だったね、危ないんじゃないかと、うん、よかった、よかった。いや、よかったです、はい、これで安心して、そうですね、夏越せますね。皆さんもぜひね、ちょっとクーラントチェックしてみてください。ね、夏を迎えるまで、今年の夏は去年より暑いって言ってるからね、夏越せないかもしれない。こういう状態だったら危ないですからね。危ない、危ない。ぜひとも駆け付けの車屋さんとかね、そうですね、お店ディーラーさん行ってもらって、はい、見てもらって、うん、はい、はい、もらって、そうですね、整備士さんにお願いするのがいいですね。そうです、はい、そうです、一番いいと思います。うん、まあ、無事に終わったということで、ありがとうございました先生。本当に本当に何もありました。何もしておりません正直本当に何もしておりません正直ということで、本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。